スーパードラゴンは、アメリカのプロレスラー。本名ダニエル・リオンといい、カリフォルニア州オレンジ郡出身。97年から活動を開始し、オールプロレスリングや、レボリューションプロ、コンバットゾーンレスリング、WCW、エクストリームプロレスリング、リング・オブ・オーナーで活動していた。南カリフォルニアに拠点を置く、プロレスリングゲリラの創設者の一人でもある。 1996年にスーパードラゴンはワールドパワーレスリングススクールでオーナーのマーティン・マリーンの下でトレーニングを開始する。1997年にタイガー・ジョーを相手に初試合を行う。ドラゴンはブリッツ・キリングと友人になり WCW のダークマッチに出場することになった。1999年にレボリューションプロレスリングに登場。 レボリューションプロレスリングの新世代のディスコマシン、タロー、エクスカリバー、将軍に合流する。しかし、しばらくして、全十字人体を切り、2000年の7月に手術し、翌年1月に復帰している。2002年の10月のプライド・オブ・ザ・マスク2で勝った、タッグチームの2人は、互いのマスクをかけて戦うという条件で、 スーパードラゴンと将軍のタッグは、タロウとエルガリネローのタッグに勝利。条件通り将軍とのマスクをかけて対戦し、勝利している。レボリューションプロレスで活動していく中、ドラゴンはレスリングのスタイルを変えるようになり、ハイフライヤーから喧嘩をするようなスタイルに変え、コスチュームも明るい色から黒を基調にするようになった。その後タロと構想するようになり、二0三年十一月の、 レボリューション4周年のイベントで太郎とマスクをかけ対戦、勝利している。太郎は負けと同時に引退している。4年の5月にミスターエキサイトメントを相手に、レボリューションでの試合をして勝利。そしてこの試合を最後に、レボリューションから離脱している。スーパードラゴンは2002年、CZW のベストオブザベスト2に参戦している。4年に再び登場。 エクスカリバーをパートナーにタッグマッチを数多く行い、シングルでは CZW アイアンマン王座に挑戦している。5年になると、ブラックアウトと構想を開始、12月のケージオブデス7のセミファイナルで落下スの持つ CZW 世界ヘビー級王座へ挑戦し、獲得している。ドラゴンは初めて覆面レスラーとしてヘビー級王座を獲得した。 6年初頭の PPV であるアン・アフタヌーン・オブ・メインイベンツでブラックアウトと構想していたキング・オブ・レスリングとチームを組み6人タックでブラックアウトと対戦するが負けている2月にタイトルをかけラッカス、ケビン・スティーンのサンウェイで対戦するもラッカスに負けタイトルを手放している二千三年の五月にドラゴンはディスコ・マシン、エクスカリバー、ジョー・イ・ライアン、スコット・ロスト トップガンとルーの6人、通称 PWG6 で南カリフォルニアにプロレスリングゲリラを設立する。7月に最初の工業を開催、MDOC20 と対戦している。2回目の工業で PWG 王座を決めるトーナメントに出場、準決勝まで勝ち進むが、上位ライアンに負けて敗退している。2004年4月のザムシカルでドラゴンは、 エクスカリバーとディスコマシンで SBS を結成。エクスカリバーをパートナーにクリス・ボッシュとクイック・シルバーのタッグから PWG タッグチーム王座を獲得4代目王座保持者になる。一度の防衛後に X フェデレーションに王座を奪われている。フリーアドミッションで PWG 王座をかけてカザリアンと対戦勝利して PWG 王座を初獲得した。 ホミサイド、サモア・ジョー、ケビン・スティーンなどを退け、翌年4月のオールスター・ウィーク・エンド・スリー・ナイト・ツーで、アージ・スタイルズに王座を奪われるまでの1年間を、防衛続けていた。12月のアンカニー・ X マッシュで、ジョニー・ストーム相手に2度目の防衛を果たすが、試合後に、ニセ・スーパードラゴンに襲撃されている。翌2005年2月のオールヌードレビューで、サモア・ジョー相手に3度目の防衛と、 3月のジェイソンテイクス PWG でエクスカリバーとゲリラワオフェア形式でするも再びニセスーパードラゴンに介入され負けている。ニセスーパードラゴンは試合後に自分から正体を明かし、ケビン・スティーンと判明、エクスカリバーにも裏切られ、スティーンとの抗争を開始する。5月のゴターマゲドンでディスコマシンとのタッグでスティーン、エクスカリバーと対戦するもディスコに裏切られ敗北。 ドラゴンは、スティーン、エクスカリバー、ディスコマシンの新たな SBS との構想も、開始の中、デイビー・リチャーズとタッグを組むようになり、10月のアフタースクールスペシャルデニス・クニー・ブラック・ガイズの持つ、タッグ王座に挑戦し、なだれ式、ダイガードライバーで勝利して、王座を獲得している。12月のハニカカオスで、新生、SBS のタッグ王座をかけて、エクスカリバー、 ディスコマシンを相手に防衛。その後、PWG 王座をかけたケビン・スティーンと、ジョー・イライアンの試合に乱入、サイコドライバーをスティーンに決め、スティーンが王座を奪われる要因を作った。12月のアストニシング X マッシュで、スティーンとゲリラウォーフェア形式で、構想の最終試合を行い、勝利を収めている。ドラゴンとリチャーズは、タッグ王座を、ケープ・フィアー、ロスルチャーズ、 キング・オブ・レスリング、ロデリック・ストロング、ジャック・エヴァンスのタック、アージ・スタイルズ、クリストファー・ダニエルズのタックといったタックチームから長い間防衛し続けていたが、2006年5月にアロギャンスに敗れタイトルを失っている。タイトル陥落後は一時的に離脱している。2006年9月のバトル・オブ・ロス・エンジェルス・ナイト2で行われたトーナメントで PWG に復帰、1回戦勝。 メイン試合でネクロブッチャーと対戦して勝利してる。翌日のバトルオブロスエンジェルス2006ナイト3でカザリアン、ジャック・エヴァンスを破り決勝へ進むことになったがバックステージで襲われて試合自体には参加できなかった。パートナーのリチャーズは順調に勝ち進み決勝へ進出。決勝でシーマと対戦して勝利している。デイビーは優勝した際に PWG 王座への挑戦ではなく、PWG 世界タック王座への挑戦を表明した。10月のセルフタイトルドで、ドラゴンと共に挑戦するはずだったが、流れてしまった。この際に、ドラゴンは b ボーイをパートナーに指名し、スコットとクリスのアロギャンスを破り PWG 世界タック王座を獲得してしまう。11月のオールスターウィークエンドフォーナイトワンのメインイベントでリチャーズは、 モデリック・ストロングをパートナーに指名し、王者組のドラゴンとビーボーイ組を破り、リチャーズ・ストロングが王座を獲得、同時にドラゴンとリチャーズのタッグは解散をする。翌日のオールスター・ウィーク・エンド・フォーナイト2のメインで、ドラゴン・ビーボーイ組は4上マッチで、リチャードにサイコドライバーを決め、タイトルを再び獲得している。12月のパッシブ・ハスティリティで、 ケープフェアーに敗れタイトルを手放している。2007年に入ると、新人のロニンと対戦し、タックマッチながら、ピンホール負けをしてしまっている。その後、アキレス腱を怪我してしまい、欠場してしまう。4月のオールスターウィークエンド、V ナイト2で行われていた、アロギャンス対、ロドリック、エバンス組の試合に、デイビー・リチャーズと共に乱入し、DDT4 トーナメントへのアピールをした。 しかし、5月のトーナメントでは、ロデリック・ストロング、PAC のタックに敗れている。10月に、イギリスで行われた、エウロピアン・バケーション・ツー・イングランドで、ケビン・スティーン、エル・ジェネリコのタックからベルトを勝ち取り、リチャードとしては3回目、ドラゴンとしては5回目、タックチームとしては2回目のタイトル獲得となった。2008年1月のオールスター・ウィーク・エンド6イト。 2で引退に追い込んだ太郎が一夜復活の相手を務めている。同じく1月のパールホブラで、リチャーズのスケジュールがつかなかったために王座を剥奪され、ダイナスティに王座が譲渡され、タッグ王座になった。3月の1.21ギガワッツでタッグ王座戦に、介入、王者組のダイナスティを妨害して挑戦者組の、ケビンスティーン、エルジェネリコのタッグを勝利に導いている。 4月の1つ、A ギフト &A カーズでは、ダイナスティのライアンと対戦している。2008年に、ドラゴンとリチャーズはタックを再結成して、DDT4 トーナメントに参加。1回戦で、エルゼネリコ、ケビンスティーンのタックに敗北してしまう上に、試合中に、脳震盪になってしまう。この試合をきっかけに、長年の脳震盪の蓄積を考え試合をしなくなる。 試合をしないだけであって、バックステージでは活動していたので、半引退に近い形だった。2011年10月にヤングバックスからリンチに、会っているケビン・スティーンを救出するために復帰、スティーンとのタッグ活動を開始する。しばらくは無名のタッグだったが、12月にアペタイトフォー、ディストラクションというタッグ名に決定、ヤングバックスの持つ、PWG 世界タッグチームオーザーに挑戦。 勝利して自身の持つ最多記録を破り、6度目のタイトルを獲得している。しかし、2012年初頭にかかとを骨折して長期欠場してしまい、5月にスティーンと世界特王座を返還している。ありがとうございます。